はい、皆さんこんにちは。今日はまた新しい果物が台湾から届きましたのでご紹介しようと思います。先日もう今年本当大きな話題になった台湾パイナップルをご紹介しました。あれ本当美味しくてですね、実はもうあの後週に2個ずつ食べまして、これまで多分もう13玉か14玉いただきましたけれど、まあ、そろそろ台湾のパイナップルが旬を過ぎてきたということで、最近買ってきてもちょっと痛みがあるやつが増えてきましたので、また別の果物を手に入れました。はい、それはですね、ドドン、台湾のマンゴーです。まあ、台湾と言ったら一般の皆さんはもう本当にあのパイナップルというよりはマンゴーが頭に浮かぶんじゃないかなと思います。数年前から台湾のあの有名なかき氷屋さんもたくさん入ってきて、大体話題になってるのはマンゴーかき氷ということだと思いますね。もう台湾のマンゴー本当美味しいんですよ。で、今回はそれを通販で、ここに書いてありますね、5キロ手に入れました。では早速開けてみようと思います。5キロ結構重さがあるんですよね。嬉しくなっちゃいますね。ちょっとじゃーん、こんなに入っています。2、4、6、8、12玉ですね。これまああの大きさによって毎年数が変わるんですが、今回はちょっと小ぶりなのかな、12玉入っていました。そして台湾のマンゴーは、まあ、いわゆるアップルマンゴーと言われる赤くなるタイプですね。あの宮崎、日本でマンゴーというとあの宮崎の太陽の卵っていう品種が超有名で、まあ、あれ本当高いですけど、あれいわゆるアーウィン種っていうタイプのマンゴーで、実はこの台湾のこのマンゴーもアーウィン種、同じアーウィン種です。中国語ではアイウェンマンゴーっていうふうに言います。アーウィン種だから多分それを漢字に当ててアイウェンなんだと思います。それをさらに日本語にするとアップルマンゴーというふうに言われてるみたいですね。ああ、もうね、ああ、もうほんといい香りがするんですよ。まあ、そもそも、蓋開けた時に、ああ、もう部屋の中中マンゴーの香りです。たまんないですね、これ。ああ、ああ。本当に赤く色づいて、綺麗なマンゴーだと思います。さて、じゃあもう早速切ってみようと思います。切る準備できました。これ、ここにダーリンっていうラベルがついてるんですけど、よく見たら裏にですね、スーパーマンゴーっていうラベルもついていました。いいですね、スーパーですからね、絶対美味しいです。これちょっともしかしたらまだ硬いかもしれません。本当はこれから常温でしばらく置いて、で追熟させて柔らかくなってからいただいた方がよりいいと思います。これあの冷蔵便で届いているので、届いた後も今冷蔵庫でしまっておきました。でもですからキンキンに冷えてますね。では実際に切っていこうと思います。マンゴーって厚みが少し違うんですよね。横に少し扁平というか平たくなってますから、この平たい方向にギリギリ種を避ける感じでナイフを入れて、あ、ちょっと種引っかかったかな、落とします。パカリンチョ、もうこんなの絶対うまいでしょ。ここに、まあ、種が入ってるわけですね。で、ああ、もう果汁が出ちゃってますね。同じく反対からも、ほぼ平行に種を避けながら、パカッと切ります。で、これですね、ちょっと難しいんですけど、この横の皮はこのまま手で剥いていきましょう。
あ、お尻はもう十分柔らかいですね、これ。まあ、こんな感じで、きれいに皮が取れます。ちょっと一回これ避けといて。で、皮が避けたら、まあ、この種の周りはもう正直しゃぶっちゃった方がいいかな。よし、置いときましょうか。で、このそぎ切りした方は、網目状にナイフで切り込み入れましょうか。で、これをググッと反対から開けるとよくある番号。あ、あんまりうまくいかなかったな。ちょっと硬いかな、まだ。いう感じになるということです。もう一つの方も同じようにいっときましょう。でもってパカッと、ああ、これきれいにいきましたね。これはきれいに開いた。さて、切れました。2個目はきれいにパカッと開きました。ではもう早速いただいてみようと思います。こう開いて一番真ん中の美味しそうなところ。もうなんというか、もうこの僕もあんま語彙力がないので、濃厚な香りとか芳醇な味わいとか、そんなんしか出てこないですけども、本当にそのままの言葉ですね。マンゴーって独特の香りがあるじゃないですか。なんていうか、あんまり他では嗅がないような、本当にこう濃い香りというか、甘ったるい香りというか、あれが本当に豊富なんですよ、この子。ちょっと止まんないです。よくね、日本でマンゴーというと、フィリピンあたりですかね、から入ってくる、いわゆるペリカンマンゴーっていう黄色いタイプありますけど、この果皮が赤くなる、このいわゆるアーウィン種っていう、アイウアンマンゴーですけど、これほんと香りが高くてですね、しかも繊維が少なくてトロッとしていて、めちゃめちゃうまいです。台湾はもうほんとマンゴー天国で、もうしかもですね、品種改良もほんと盛んなので、どうやら十数種類の品種があるみたいなんですよね。で、その中で、まあこのアイウアンマンゴーって言われるこの種類は特に人気が高くて、香りも高くて、甘くて、酸味がほとんどなくて、日本人大好きな味ですね。有名な台湾のかき氷屋さんのマンゴーかき氷は概ねこの種類使ってるんだと思います。で、この品種が、まあ、出始めるのが6月から9月末ぐらいまでみたいで、その時期限定のこのアイウェンマングオですので、ぜひ次台湾に夏行ったらこのマンゴー堪能してみてください。本当美味しいですね。ぜひ現地で食べてみてもらいたいなと思います。で、お店によってはそのいろんなマンゴーをちょっとずつ乗っけてるようなかき氷もあったりしますし、食べ比べもいいかもしれません。今回、台湾のパイナップルが本当に美味しいなと感じられた方、ぜひ次は台湾のマンゴーを堪能してみてもらいたいと思います。いや、もう本当美味しい。食べた後の、この手に残ってる香りすら本当にいいんですよね。ちょっとなんか、はしたないですけど、もうこの香り、嗅ぐだけでも本当嬉しくてですね、夏の、毎年夏の楽しみの一つになっています。台湾のアイワンマングをご紹介しました。それでは、今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。